領収支ということで、次はですね、詩吟になります。まあ、尺八が入る、邦楽の中で入るものって、その今日演奏しているのは主に、まあ、地唄三曲、三曲合奏と言われている琴と三味線と尺八の合奏なんですけれども、他の尺八が入る音楽として民謡と呼ばれるものと、あと詩吟というものがあります。詩吟の伴奏楽器がお琴と尺八なんですけれども、まあ、前田先生がその詩吟の先生ですので、吟じていただいて、それに合わせて田中さんがその詩吟の尺八ですね、銀に合わせてその尺八を作って、またちょっとその普段のお琴三味線と合わせるのとまた違ういろいろなテクニックが必要になってきます。次の領収支、その詩吟の尺八をご披露いただこうと思います。よろしくお願いいたします。ネタ枠と前回言われたことを相当根に持っているようですね、はい、素晴らしい演奏でした。